見てたとか、うん、そういうのもやっぱり実際テレビで見るのと違うでしょうか、はい、反応だとかね。さあこの回のバッター木下拓哉から始まります。まだ今シーズンヒットがありません。カードが入ってきます。立ち上がり1回で30球使っています。これがスプリットですね。30球の中で先ほど1回はおそらく3球しか投げてなかったと思うんですけどもね、この割合がどうなってくるかですね。ご覧のように多彩な変化球を持っています。ここでスライダー、2年目、二遊間抜けました。センター前、今シーズン初ヒットが生まれました。木下拓哉、今シーズンの20打席目で初めてのヒットです。ああもうね、まあまあ押し当たりも打ってるんですけどね、はい、もね、それはことごとくヒットにならなかったんですけど、まあ、これも同じですね。やっぱりもう基本に帰ってセンター中心っていう思いがあったと思いますけどね。スプリットがストライクからストライクになり甘く入ってきたところを逃しませんでした。このバッテリー追い込んでも、はい、遊び球なしでどんどん来てますよね。そうですね、まあ、そういうのを含めて初球のカーブの入り、こういうのもバッターの方は他のバッターの攻めである程度インプットしてるでしょうから、バッターの村松、自分の持ち味を積み重ねてきたものを自信にして出していきたいという話も小園はしています。ドバンとできました。ピッチャー小園、一塁はセーフ。揺さぶってきますドラゴンズ。ここはただ三浦監督がリクエスト、まあ、村松の判断ですかね。そうですね、感じている今シーズン、まあ、変わったドラゴンズでここまで戦うことができているという言い方しますからね、うん、まあ、やっぱり結局勝てばチームの雰囲気も含めて変わってきますし、はい、まあ、小園も今のは悪いプレーじゃないんですけど、はい、やっぱ足とか考えるタイミング考えると今ノーステップで行きたかったね、取るんですけど、ここで取ってステップしてるんですよ、はい、これもう1球 ね、これ入れないでワンバンでいいんですよ、はい、そのタイミングだと思うんです。あれでワンバンで送球捨てればアウトできたと思うんですよね、ギリギリだったんですね。またここが今リプレイ検証、まず足が速かったか送球を受けたオースティンが速かったか、このステップね、ここですね、確実にこう硬いプレーではあるんですけれども、このケース、まあ、打者走者を考えた時にはあれはいらない、省かないとアウトできないタイミングでしたね、このアプリ大きいですからね。そうなんですよね、これで次バッター松葉でしょ。そうですね、もう送って三塁っていうケースが出てくるんですよね、はい、で1番の三好、田中と上位にまた回っていきます。
ーとしてはね、ステップアンドスローというところで、ね、悪くないんですけど、ケースとしてですよね、行かなきゃいけない時もあるということですね。確実に行くのもあるけど、ギャンブル的なプレーもしなきゃアウトできないっていうケースだったんでね、今はね、はい、基本に忠実なんですけれども、まだ時間がかかっています。中学生とかに見せたいプレーですけどね、ちょっとしっかり相手の方に足を踏み出して、はい、ステップしてしっかり投げるっていうことなんですけど、プロは違う時が必要な時がありますからね。いや、ハイセーブです。リクエストはベイスターズ残り1回となりました。これでノーアウトランナーが一塁二塁と2回の表ドラゴンズが追加点のチャンスを迎えます。ラストバッターが松田のここは送りバント。送りバント、ここもね、やっぱり同じようなケースで、はい、これはバントを簡単にさせないようなコースにしっかり投げて、相手のミスを誘うような投球ができれば一番いいですね。まずその簡単にさせないためのコース、はい、球種というのはやっぱりラストレート系の、はい、やっぱりインハイですよね。自分のところに近いのを避けながらバントすると強くなってピッチャーの方に跳ね返っていくケースもあるし、はい、トップラインになりやすいんですよ。真ん中近辺ストレート、このコースだとね、ちょっとね、送りバントの数はやはりドラゴンズは多くなっています。確実に1点を、そしてその1点を守っていくというね、うん、今シーズンのゲーム展開。松尾もこれまたサインプレー、まあこれは2軍でもやってることなんで、はい、それほど難しいことではないんですけど、実際ね、余裕がないとまたそういう連携プレーのうまくできないというのも残り売りますからね、はい、まあ、キャッチャーから出すからサイン間違いもほとんどないと思いますけどね。ファーストモンスキーがチャージをかけてくる、振っていません。ワンボールワンストライク、まずはこのセットセオリーとしてはサードを取らせれば、サード取らせば、あの、ま、来てませんからね、宮崎もね、はい、ただね、ランナーが木下なんですよね、はい、セカンドランナー、うん、それほどそういうわけでもないんでしょうけど、これは切れません。記録は低くなりました。これでノーアウト満塁です。ここは大事にいきましたが切れませんでした。さあピンチが広がります。大きなチャンス、大原ピッチングコーチがマウンドに行きます。そういう意味では今のも外側でしたが、そうなんですよ、これやりやすいんですよ。だからこれを、ね、カットでもいいんですよ、インコースのね、はい、非常に嫌ですよ、ミスしやすいんだけどな、ちゃんとこれだけ自信があって今日たくさん投げてるんだろうな、投げるとあれはサードランナーやりやすくなっちゃうんですよね。さあこれがノーアウト満塁となってバッターボックスは1番の三好です。第1打席は最後カーブで見逃しの三振でした。ファーストサードが浅め、まずスプリットが入ってきました。その1球目変化球スプリットでしたけれども、そうですね、まあ、松尾もそういう意識あったと思うんですね、ただ今あまり変化してなかったので、はい、全然アップが多くですかね。ここはストレート145キロギアを上げます。さあここから
は先ほどのカーブというのは頭にありますか、だいぶ。まあ多少はケアはしてるでしょうけどね。はい、
5回2点を失いました小園です。確実に点を重ねていける今年のドラゴンズの強さ。こういうケースでね、なかなか引っ張ってどうのこうじゃないですからね、こういうケースでもやっぱりしっかり準備してきますからね、不審できますね、これ騙されていけないですよね、追い込まれるとバッティング変えますからね、これね、かなり意識高くなってますからね。なおもランナー1、3塁。